ブルベ動画おなじみの銀座ですね。ザギンで進出です。現在時刻が4時半ですね。出発地点の川崎市まで今向かっているところです。僕江戸川に住んでるんですけれども、まあそこから大体30キロ弱ぐらいあるんで微妙に遠いですけれども頑張ります。いやー、冬のこのシャキッとした空気すごいいいですよね。まあ寒いですけど、ね、いいですね。夜の都会も車は少ないんですけれども、やっぱ信号は多いですね。仕方ないか。今時刻が6時半ですね。もうすでに出発しております。だいぶ夜が明けてきましたね。ここからどんどん暖かくなっていくと思います。ただですね、ちょっと見てもらえますか。これ今とあるケーズ電機にいるんですけれども、ところどころ雪が積もってるんですよね。車屋さんとかのレンタカーの上とかに普通に雪が積もってて、まあ昨日はこっちの方降ったのかなと思うんですけれども、路面凍ってるところ多分あるかもしれないんで、かなり気をつけて走ろうかと思います。頑張ります。今回のルートについて紹介します。川崎市にある等々力アリーナを出発して神奈川の市街地を走ります。そこから横浜市や厚木市、伊勢原市などを経由して平塚市の県道63号から国道1号に出ます。そこからは結構単純で、国道135号を使いつつ真鶴半島を目指します。この国道135号は道幅が結構狭く交通量も多いので気を引き締めて走りたいところです。1つ目の通過チェック、ケープ真鶴に到着したら内陸の県道を走りながら2つ目の通過チェックに指定されているとあるバス停を目指します。次は国道1号や134号を使いつつ3つ目の通過チェックのある葉山町を目指します。その後は三浦半島を走りつつ横浜の市街地を抜けて川崎市にあるゴールのファミリーマートを目指すといったルートになります。今回のルート、山岳といった山岳はないので獲得標高は少ないんですけれども、交通量の多い道を走る部分が多いです。ですので焦らず気をつけて走っていきたいです。非常に天気に恵まれたので撮影もしつつ楽しんでいければいいなと思っております。神奈川の市街を抜けてですね、ただいま国道1号線を走っております。今小田原に向かっていますね。一つ目の通過チェックなんですけれども、こちらが87キロ地点、ケープ真鶴っていう場所なんですけれども、今僕がいるのが65キロ地点ぐらいかな。まあ、残り20ちょっとぐらいですかね。今日のブルベはもうリモートじゃなくなったんで、出走者の方々が前に2、3人いるんですけれども、やっぱり周りにブルベライダーがいるとなんか安心しますね。非常に走りやすいというか頑張ろうって思います。でですね、ケープ真鶴でも江ノ島の方でもちょっと撮影したいので、まあ基本的には貯金を作りつつ走りたいなと思うので、まああんまり休憩は長めに取らずにバババーっと走れればいいかなと思っております。あれ？というか業務紹介で貯金って紹介しましたっけ？いっけね。貯金っていうのはですね、ブルベ用語で、まあ、貯金がないとか言ったりするんですけれども、まあ、要は時間がない、余裕のある時間がないみたいな。例えばなんですけれども、60分で走るところを50分で走れれば、まあ、10分の貯金があるっていうような言い方をします。まあ、なので貯金がないっていうのはまあ結構もうピンチだよっていう。ちなみに僕はいつでも貯金 1、2時間もっとあるか、今だとそうですね、1時間2時間ぐらいはあるんじゃないかな。まあそんな感じで基本的にはグロス15キロそれで計算すると分かりやすいかなと思います。何時間にどれぐらい進んでなければいけないで、実際今どれぐらい進んでて時間にどれだけ余裕があるか、それで貯金何分っていうような言い方をしますね。まあ実際にこうブルベライダーが貯金がないって言ってたら、まあ、結構やばいんだな。本当に口座の中が冷え冷えでやばいっていう話かもしれないので、まあ、貯金がないって言ったらそっとしといてあげましょう。もうあと数百メートルで真鶴ダメだダメだ、もうごめんなさい、喋れない。
久々のもう山というか坂で、おー疲れた、頂上か、よし、ケープ真夏あれか、坂が非常に辛いです。ケープ真鶴さん、ここは通過チェックです。一つ目の通過チェックはケープ真鶴という真鶴半島の先端にある施設になります。建物内には売店や博物館があり、外には絶景スポットがあるという素晴らしい場所でした。今回そこまで長居しなかったんですけれども、後日ここをゴール地点にして遊びに行きたいと思いました。結構売店にいろんなお土産とか売ってたんで、普通に買いに行きたいですね。動画撮ってるんですけれども、真冬の200キロブルベというよりかは真冬のブルベですねを走る際のアドバイス、僕から3つございます。まず1つ目、雨の日はなるべく走らない。夏の雨のブルベに関しては、まあ、全然走れるといえば走れるんですけれども、冬の雨は本当にやめた方が僕はいいと思ってます。ちなみに今日はすごい晴れてるから出走したんですけれども、雨だったらもう絶対 DNS でしたね。服が濡れてしまうと、もう冬の場合はもう一気に冷えますし、まあ、夏も同じなんですけれどもね。ただ冬の方が気温も全然低いので、もう低体温になる確率が非常に高いです。それと雨が降りがちな時に冬のブルベに出てしまうと、山の方とか行くと路面がすごい凍ってることがあるんですよ。それはもう非常に危なくてですね、冬の雨ブルベに関してはもう僕は乾燥確率よりも圧倒的に DNF 確率の方が高いと、まあ、僕が走ったら絶対そうなるだろうなと思ってるので、まあ、いつも雨が降ってればもうこれはダメだっていう DNS してますね。なぜ DNF ではなく DNS かというと、途中でリタイアするっていうのはすごい結構大変なんですよ。例えば駅で輪行するにしても、山を1個越えないと駅がないとか、残り数十キロ走らないとどこにも生命線がありませんっていう、そういう状況に陥らないためにも、まあ、そもそもスタートしないっていうのはこれ非常に大切になってきます。まあ、大義名分があれば、まあ自己完結できるのであればいいんじゃないでしょうかと思います。2つ目なんですけれども、防寒着をしっかり持つ。夏よりもやっぱり冬の方が圧倒的に寒いので、例えば僕で言えばこれを日中着るんですけれども、まあ、夜のうちもこれ着てたんですけれども、この上にさらにもう1枚ウィンドブレーカーですね、その上にゴアテックスのレインジャケットが着れると、あと2枚重ね着できるっていう、そういう余裕を持って防寒まだまだできるんだぞっていう、それが大事になってきます。ちなみになんですが、もう本当にまずくなった時のためにサバイバルシートですねを持っております。それ以上にヤバくなった時は輪行袋を体に巻きます。まあ、そうすれば相当寒い状況でも耐えられるでしょうという、輪行袋に関してはもしくるまる時のためにということで、冬は厚手のものを持っておりますね。夏用にペコさんの輪行袋が欲しいです。はい、最後に3つ目ですね、無理をしないです。夏のブルベでこう辛いな苦しいなってなった時も、まあ、多少頑張れるんですけれども、冬はもう無理ですね。もう本当に命の危険を感じるような、そういうことに陥る前にできることなら DNF で、そもそもそうならないように DNS。 僕はもう出走したら絶対乾燥したくなっちゃうっていう、そうなっちゃうんで、だからもうそもそもそういう危険な目に陥らないようにするために DNS っていうのを選択してますね。先ほどブリーフィングの時にスタッフの方とお話しさせていただいたんですけれども、最近の冬のブルベは毎回こう救急車が1台出てるようなことをおっしゃっていたので、まあ、そうなってくると自己完結できてないよねっていうことになってしまいますので、冬のブルベは本当に
気をつけて参加していただければと思います。そろそろ通過チェックなんですけれども、どこですか。全然わからない。何かのバス停なんですよね。どこ、私は誰、ここはどこ。やっぱ寒いですね。いや、今フルベライダーではなく一般ライダーの方に頑張ってくださいっていう、あ、まあロードバイクのリーですよね、頑張ってくださいって言われちゃいました。なんかほっこりしましたね。ちょっと止まって通過チェック探しますね。はい、さっき一つ目に僕雨の後に凍っているところがあるって言ったと思うんですけれども、ちょっと補足させてください。雨が降った後とかでなくても、例えばなんですけれども山に行ったりするともうデフォルトでもう凍ってるみたいなところは普通にあります。ですので凍ってるところ、凍ってそうだなっていうところにはもう立ち寄らない、行かない。そもそもそういうルートがあったらちょっと避けるっていうのが大事かなと思います。1個目は雨は走らないし凍ってそうなところは行かない、こちらに訂正させてください。今回から新しく新コーナー始めます。新しく新コーナーってどんだけ新しいんだ。名付けて雪山スタッフって実際どんな人なのコーナー。はい、バチバチバチ。はい、このコーナーはですね、雪山スタッフマッスーが主に上司の方に対してどう思ってるのか、そしてその上司の方たちが一体どういう人なのか、どういう人間なのかっていうのをぶっちゃけ話していこうかなと思います。これ怒られないかな。記念すべき1人目ですね。もうこれは1人しかいないでしょう。一番モレの顔といっても過言ではない、川淳こと川崎さんです。川崎さんはですね、ブルベライダーとしても仕事の上司としても師匠みたいな存在ですね。ブルベの知識はもちろん、仕事とかでもやっぱりいつでも冷静なんですね。冷静なものの見方、判断ができるっていうところですぐ尊敬しております。まあなので師匠、勝手に師匠だと思ってます。もう本当にすごいなって思うのは、いろんな多方面に対してこう知識が半端ないですよね。で特に面白いのはミニ四駆のお店で働いていたことがあったらしく、まあ、もうミニ四駆の知識はもう凄まじいです。まあ、そんな川崎さんなんですけれども、まあ川崎さんから教わった名言、川崎さんの名言ですねがあります。今回はこれが非常に大事ですので覚えていってください。それでは言います。ドキドキ。大事なことは全てミニ四駆から学んだ。はい、ありがたいお言葉ですね。これテストに出ますので、ぜひ今回覚えていってくださいね。次回もこのコーナーやろうと思います。いやー、そうこうしているうちに江ノ島に着きましたね。こっちだろうか、女性地ですよ。やったやったやったったがあったので止めて行っていきたいと思います。オータロック来てるよ。せんべい系全部網羅しました。結構強み坂が辛い。こういうそうやべ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 。はい、せんべい系3つ買ったんですけど、全部これ1枚だと風に吹かれてすごいもう速攻割れちゃうんですけど、3枚重ねると案外割れないです。さっきの自転車のとこ戻って食べます。見てください、本当にエビがいますよ。エビがプレスされてます。こっちはシラスです。タコちょっと見づらいな。こんな感じです。最高の補給食です。先ほど江ノ島を出発しました。今走行しているのは150キロ地点です。次の通過チェックは葉山の方にある町の掲示板。江ノ島でだいぶ時間を使ってしまったのでサクサク走ります。さて、ここでまた新コーナー、YouTube コメントに回答していくコーナーを始めます。
このコーナーでは僕がメインで出演している動画のコメントをピックアップして回答していきたいと思います。いやたくさんコメントしていただいているということで非常に励みになります。今後の動画でも回答コーナーを設けていきますので気軽にコメントしていただければと思います。今回は2つのコメントに回答していきます。では早速行ってみましょう。僕の使用する軽量輪行袋についてです。以前 Amazon に売っている軽量輪行袋という紹介をしてコメントをいただいたんですけれども、僕はポケットインさんの軽量輪行袋を使っております。サドルバッグや背中ポケットにサッと入れられるほどのサイズなんで結構重宝してます。気になる方はぜひ購入してみてください。続いて2つ目です。僕がクリンチャーのチューブに使用しているシーラントはどこのメーカーのものでどれぐらい入れていますかというコメントです。使用しているのはスタンズというメーカーのノーチューブというシーラントになります。ちなみに 30ml 入れております。僕が運用しているシーラント入りクリンチャー、こちらに穴を開けるとどうなるか気になる方多いんじゃないでしょうか。というわけで VTR を用意しております。それではどうぞ。じゃあ早速穴開けていくんですけれども、空気圧が7バールですね。でシーラント 30ml 入れております。じゃあ早速穴開けていきましょう。ブスッと今穴開けましたっていうか貫通しました。離したら回転させます。もうほとんど止まってますね。こうです。今の空気圧が6.3 とかね。またピューピューいっちゃってるんですけど回してれば収まります。171km 地点野島公園駅付近を走行しています。江ノ島で2時間ほど時間を使ってしまって結構時間がピンチです。確実にブルベを完走したい方向けの動画だった気がするんですけれども、悪い例なので真似しないでください。でも聖地巡礼なら致し方ありません。頑張ります。185km 地点を走行しています。いろいろと寄り道したのでゴールまで 20km、 残り時間は1時間15分です。この後街中を走ってグロスが落ちることが予想されます。ただブルベで焦るのは一番良くないことだと思っているので、急ぎたい気持ちを抑えつつ冷静に走っていければなと思っております。内心はもうドキがムネムネです。いやドキドキしてきたな。6時半か、今6時24分です。で残りが15キロ、8時半がリミットってことは、まあグロスジャスト15とかですかね。やばいな。元町中華街、一山横浜店がもうすぐ近くにありますね。道一本向こうなんで行かないですけれども、まあ、あとそもそも時間がないのと第三者の手助けっていう風に取られてしまってちょっと今回寄れないですね。この前は帰り道に麻布があったんで寄ったんですけれども、そこっちはダメですね。5キロぐらいですね。ただ残り時間が22分。まあ県内ではあるけど気は抜けないですね。これでパンクなんかしたらもう終わりです。もうすっかり暗くなりましたね。7時21分で残り 200m で完走です。危ない、もうあと10分しかない。もう止めたらすぐコンビニ入って買い物してレシートもらいます。今回は最後がレシートもらって、それをチェックシートと写して提出すれば認定なので、レシート集めじゃない。聖地巡礼してたら認定逃しましたっていうのも一つの ネタだったんじゃないかなと今になっては思いますけど。ここですね。今帰宅途中なんですけれども、例えばあれやってないことに気づいちゃったんですよね。
やらせてください。いきますよ、せーの、パワー。はい、お疲れ様です。今回の動画ではまずブルメについて装備紹介、真冬のブルメの走り方について紹介させていただきました。 PVP シリーズの大本命 PVP ですね、パリブレストパリ、僕はもうすでにエントリーしております。8月の20日18時15分に出走する予定なんですけれども、まあまだ SR も取っていないっていうことで、まああと600キロなんですけれども、まあ今後何個かブルメ参加するので、月に1回はこの動画、PVP シリーズ関連の動画を上げていければいいなと思っております。ぜひともよろしくお願いいたします。そういえば今回の動画あれやってないんですよね。あれ、銀座でやりましたよね。ちょっとやらせていただいてもよろしいでしょうか。いきますよ、せーの、